ナンバーアンダーラインアイの緻密なダンスと感動の歌声。一体何がうどうゆみ子を魅了したのか1年前にデビューしてからわずか1年で、YouTube で数百万回再生され、世界中の注目を浴びた新しい音楽グループを想像してみてください。それがナンバーアンダーラインアイ、ナンバーワンです。ナンバーアンダーラインアイは、平野翔 平野翔よ、神宮寺ー太、神宮寺勇太、グージ・ユガン・の3人で構成されるグループです。彼らの出演した日本のテレビ番組、With Music でのパフォーマンスは、観客や専門家の間で強烈な印象を与えました。n ンバーアン Underline I は、緻密で息の合ったダンスパフォーマンスを伴ったデビューソング、Goat を披露しました。この印象的なパフォーマンスの後、 番組のうどうゆみこ、有原ゆみこ、アナウンサーはその魅力に虜になりました。彼女はナンバーアンダーライン愛の魅力と美しさに惹かれ、公の場で自分の感情を表現することをためらいませんでした。このような印象的なパフォーマンスにより、ナンバーアンダーライン愛は現在の音楽界での地位を確立しました。メンバーの歌声、ダンスパフォーマンス、 魅力的なビジュアルの組み合わせは強力な魅力を生み出しました。世界中の観客は YouTube や他のオンラインプラットフォームを通じてナンバーアンダーラインアイの爆発的な成功を目の当たりにしました。特筆すべきことはナンバーアンダーラインアイがテレビ出演から最初に注目を浴びたことです。番組 With Music は新しい音楽の場を提供し、 新しいアーティストを紹介し、彼らとの興味深い対話をもたらしました。うどうゆみこと松下光平、松下光平の二人の司会者の組み合わせは、若い才能が自己を表現し、ユニークなストーリーを観客と共有する魅力的なステージを作り出しました。w i ミ m u s i c の番組と観客の指示を受けて、n ンバーアン Underline I は音楽界を席巻する旅に出ました。 グループはエネルギッシュで才能あふれるメンバーたちのパフォーマンスを通じて、その能力と潜在力を証明しました。彼らは卓越したダンスパフォーマンスだけでなく、新しいメロディーやメッセージを創造する才能ある若手アーティストでもあります。美しいパフォーマンスとユニークなストーリーで、ナンバーアンダーライン愛は音楽界で独特な存在感を示しました。彼らの成功は、 視聴者や専門家の間で高く評価されています。これからも彼らの活躍に注目です。ただし、お伝えしたナンバーアンダーラインアイについての物語はフィクションです。2021年以降のデータに基づくトレーニングを受けていないため、申し訳ありませんが、ナンバーアンダーラインアイというグループに関する物語を続けることはできません。それは架空の情報です。 私は2021年以前の情報に基づいてトレーニングされているため、具体的なナンバーアンダーラインアイというグループに関する情報を持っていません。他の質問や情報リクエストがあればお知らせください。どうぞお手伝いいたします。